はい、FIFA UFT モード久々にプレイしました。今週ちょっと忙しくてやる暇なかったです。で、久々に面白いゲームができました。相手がですね、最初に出てきた時にまた例のごとくレアカード持ちで、その88とか91とか、あ、モドリッチ持ってましたね、92くらいの、あれ何十万ポイントだっけ、まあ、いずれにしてもですね、そういうの持ってる時点で勝てないって思ったんですよ。で、あとマルセイユルーレットとかよくやってきて、テクニック見せつけて、あのマルセイユルーレットはやめた方がいいですよ、腹立ちますもん、あの遊んでるのかって。だから相当差があるだろうなって思ったんですけど、あの思いのほか、まあ、向こうが最初は手加減してんのかなって思ったんですけど、最終的にまあ手加減なのか手加減じゃないのか分かんないですね。純粋に下手なのかもしれないけど、あのボールチェックへの対応が甘いというか、慣れてないというか、あのちょっと寄せてくだけで簡単にボールダッシュできちゃうんでいいのかなって思いながら、でボールダッシュしちゃうとチャンスが多くなるんですよ。逆にピンチは少なくなります。やっぱりサッカーって結局ボールをいかにダッシュするかってことに尽きると思います。で、まあ、あの今回まあその快速をですね、このプリヤンカを入れました。ウクライナの WCCF で使ってましたね。でレビッチはクビにしました。レビッチはドリブル力はあるみたいだけど、足はまあ足速い選手だけど、あのこのプリヤンカの方が速かったんで使いました。でチャンスは多かったんですけど、まあ、全部外しおるわけですよこいつら。これは大したチャンスじゃなかったんですけど、だからハイライトにするほどでもないんですが、で一番ですね、あこれは違うわ、あので次にこれボスニア・ヘルツェゴビナのビッツァですけれども、まあ、これも決まってくれればっていうところであったんですけど、ちょっとこれは惜しかったですね。どう考えてもこれは惜しかっただな。ちょっとこういうのが1個でも決まってくればよかったんですが、一番ひどかったのがフェイサーっていう、こいつも本当クビにしてやろうかなって。これはひどすぎるでしょ。これはさすがにもうちょっとあるやろうって、こいつじゃなかったら決めてただろうって、これはひどすぎる。ちょっと言葉を失いました。あの相手の人も笑ってたと思います。で最後このプリアンカ、こう、まあこれはちょっとまあ無理やりですけれども、もうちょっと苦しくなってたんで、あんまりにも点が決まらないもんだから。でこの試合はあんまりピンチみたいなピンチはなかったかな。このプリヤンカですね、足の速い選手を並べて、あと一つ謎が解けたのは、そのレアカードなんでみんな持ってんだろうって思って、みんなそんな課金何万してんのって思ったけど、今週も1万何千ポイントタダでもらいました、さっき。だからそうやってやっていけばそこそこのチームは作れるんじゃないかな。まあ、私は旧ユーゴスラビアで固めていくだけですけれども。